三好、オレア、田中、オレア、周平、あ、中田、任せろ、中日最強の流れ完成。中日初回、四球連発でノーアウト 1.2 塁。なあにやってたジャクソン。これは1、2番が素晴らしい働きですわ。秘宝、周平。おいシューマイ。中田タイムリーで1点。来た。これが去年なかったのよね、周平までは去年のドラゴンズ。やべえ中日じゃない。そして3回また同じような展開で1アウト、2、3塁。連続タイムリー。なんだこの神。三好田中が出て周平が役立たずで中田が返すパターンが確立したな。マジで中田という神一人で去年の中日弱点を補えやがった。ミキヤの足もナイスや。細川中田が打つと力むな。中田翔、2割9分2厘、26本、出塁率、360どうせ終わってみればこの程度やで。2点取れたのは素晴らしかった。あれ1、2番と中田しか仕事してなくね。中田もすごいが、何期に1、2番が完全に機能しているのが大きい。特に田中がうまいつなぎしているのがでかい。中田3億いらないとかバカにしてたやつら謝れ。村松3番でも面白そうなんだよな。石川入れてると長打力が増すが守備がガバガバになる。周平入れてると守備がカチカチに固まるが打てない。細川にそのままでいいと言っていた中田は周平には何とアドバイスするのか。岡林上がってきたら三好変えるのはちょっともったいなくなってきたな。